これまで岸田さんの言われた言葉で心に残ってる言葉教えてほしいんです、皆さんに。ないでしょ。何かって言ったら透明人間なんですよ。味のないパスタなんです。存在感がないんです。でもやろうとしてることは結構えげつないんですよ。存在感があれば気にできますよね、その人の存在を。例えば安倍さん、賛否ありましたよ。あまり良くないこともやってた。例えば公文書の改ざんにつながるような皆さんの財産の国有地をただ同然で嫁の友達に差し上げるようなことやっちゃったりとか、60年間作られてこなかった獣医学部に関して自分の親友のためにそれを作ったと。だから賛否は分かれるわけですよ。あの人はどうだこうだ、存在感があるってこと。次菅さん、菅さんはむちゃくちゃ存在感あったんですよ。どうしてかって言ったら何言ってるか分からないとか、で結果何になったかって言ったら選挙前にあいつを下ろさんと選挙負けてまうってことで自民党の中からクビにされた人なんですよ。むちゃくちゃ存在感あるじゃないですか。でも岸田さんそうじゃないんですよ。岸田さんが発言された言葉で何一つ心に残ってない。だからこれが一番危険なんです。やろうとしてることに対してその中身のえげつなさが分からない。